湯川浩二は、日本の協定選手。大阪支部所属、登録番号4044。血液型は A 型。大阪府松原市出身。大阪府立羽びきの高等学校を卒業後、第85期で、元洲研修所に入所。卒業後は1999年11月14日。 地元住野江協定場で開催された一般競争第1レースでデビューして初勝利。2002年2月には玉川協定場で初優勝を挙げる。その後は同期の田村隆信、井口義則、森高和馬らと共に銀河系軍団と呼ばれ注目されるようになり、2005年11月には下関協定場の競り帝王決定戦で GI 初優勝。さらには、 年間最多価値のタイトルを獲得。翌2006年の総理大臣杯競争では一号艇での SG 初優出を果たした。しかし、このレースではスタートで後手を踏み大敗、しかも女子レーサーの SG 優出として、注目を集めた横西総恵に突進を仕掛けた、ことで非難を浴びた。2007年6月には、江戸川協定場で二度目となる GI 制覇。 その直後のグランドチャンピオン決定戦競争では1コースから堂々と押し切り SG 初制覇を達成。85期では田村に次ぐ2人目となった。11月には協定をチャレンジカップ競争においても1コースから難なく押し切り年間 SG2 勝の快挙を達成した。その年の賞金王決定戦競争に初出場。 2008年のグランドチャンピオン決定戦競争の福岡アシア大会では同大会で史上初めての連覇を達成。ありがとうございます。